ちゅー、お腹すいたでちゅー、お腹すいたちゅー、ふぇー、お腹すいたよー、ちゅーちゅー、ちゅー、渋いのいるちゅーね。もうここにいてもご飯出てこないでちゅから、ちょっとみんなで協力してチーズ集めるでちゅー。チーズ肉が食いたい。おめえ肉食でちゅか。肉が食いたいでちゅ。じゃあ肉も探すでちゅか。ってな感じで、とりあえずこっから脱出してチーズをたくさん集めましょう。おお、脱出すれば肉が食えるでちゅか。脱出中な、脱出中。脱出すれば肉が食えるでちゅか。中でちゅ、中ことでやっていきましょうか。まあ、詳しくは分かんないんだけど、まあ人生ってそういうもんだから詳しくは分かんないんだけど、とりあえずあいつに話したらなんかいろいろ分かるんじゃないかなって気がするんで、私たちより先輩、ずっとここにいたネズミだからちょっと聞いていこうぜ。すごいな顔、ほんとだ、なんかすっげーしかめつめたけど嫌われてね。なんか言ってるでちゅ、米将軍ん翻訳するでちゅ。お前、おーのー、なんかチーズを誰か奪ってったと、ラタ助けてくれと。ニドルズがなんか知ってるらしい。何をすりゃいいか知ってんだ。うん、じゃあちょっとそれでチーズ集めて戻ってくればいいのかな。こいつ誰だろう。気をつけろと。あ、なるほどね。トイヘルメットなしで水に入るとダメなのかな。うん、ダメージ受ける。ほらほら、トイヘルメットってのがなしで水に入るとダメだから気をつけろって言われてる。ほんまや。じゃああれはダドは、ダド、あ、こいつダドじゃね。ダド、あ、絶対そうだ。ダドか、ダド感ある。あ、ニドルズだ。あ、来た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 。息子のウィスカーがチーズ集める、なんかアイテムクラフトしてくれんの。あ、なんかいっぱいチーズ集めたらクラフトできると。なんかこのチェストからあれがアックスみたいなやつがいるらしいぞ。これか、なんか、なるほどなるほど、専用のアックスで、うんうんうん、なんか取ってこいと、うん、で10アックス集めたら次のリワードがもらえんだ。あ、10アックスじゃ10チーズ。こいつが息子のウィスカー。金のアイテムは武器で、で青いアイテムはツールだって。はいはいはい。じゃあこれでとりあえずチーズをたくさん集めりゃいいのね。こいつはこいつ、フードかぶったなんか男いる。誰？ね、クズタイル。蝶の羽を使ったら飛べるみたいなこと書いてあるわ。ね、欲しい。簡単に、はい。よしよしよし。とりあえずここは出るのかな。なんかさっき穴みたいなのあったじゃん。大穴みたいなところからここは出るのかな。なんかいくつか出口があるっぽくて、ここから出るとロビンルームに繋がるんだけど、まずは一番なんか最初に行くべきであろうここの穴から行ってみる。外、そうだね、リビングルーム行ってみようぜ。わ、なんかワクワクすんな、人間の部屋侵入すんの楽しみ。あ、入っちゃった。行ってきます。あ、来た。あ、チーズ落ちてるやん。わ、すごいすごい。チーズ、え、こんな普通に落ちてんの。あれ、でもこれどうやって食べた、米将軍。あ、これ壊すの。あ、合ってる合ってる。ちゃんと右側にチーズ2つ出てる。わ、これめっちゃおもろくない。いいじゃんこれ。チーズ集めるぞ、やろうども。なに、待って、え、なに、ヌコがいる。え、やばいやばい、ヌコはやばいよ、天敵だよ。ハチもいる、ハチもいる。やばいやばいやばい、逃げて、ヌコが、逃げろ逃げろ。私はその間にチーズ集めとく。うん、ヌコが、ヌコが遅い、なんかずっと追いかけてきてるぞ。あ、いや、もう米将は引きつけてて、じゃあ私がチーズ集めるから。あ、ちょっと待って、あとこれ罠もありますわ、うん、マジで。あ、アイテムアンロックド。ちょっとこれ罠、罠俺ちょっと一旦これやってみていいか。うん、チーズあるね。これでもね、そこのチーズ食べろ。そうだね、美味しそう。痛い、痛い、捕まった。痛すぎる、膝が動かん。大丈夫ですか。あ、潰せた、潰せた。やばい、危ねえ。壊せるんですか。うん、やばい、やばい。膝こそ、膝こそが逆、逆、逆向いてる。もう無理だ、俺つけ。もう治らないです。オスグッドが。もう治りません。オスグッドが。手を食うな、これはさすがに。もう無理だ。もう治りません。痛い。ここで、さらばだね。なんか逆方向向いてるわ、ごめん。待っててくれ。え、待って。雲が、ちびくなる。気持ち悪い、気持ち悪い。アリじゃないか、アリ。きったね、こいつ。衛星どうなってんだ、この家の主。いや、そりゃそこら辺にチーズ落ちてるぐらいだもんな。うん、あ、倒せる。よし、あ、なんか落とした。ん、ナイス。アント、え、何落とした。マンディブル。なんて、え、アント、マンディブル。あ、あれアリだったの。あ、ちょっと待って、罠罠罠。ねえ、え、これ罠入った時チーズ手に入った。いや、罠かからなければいいと思うよ。かかりません。掘ればいいと思うよ。掘れないのかな。壊しました。いや、壊せた壊せた。ナイス。え、待って、なんかゴミネズミいる、ゴミネズミ。ねえ、なんで、え、
ドブネズミがいるよ。鬼気持ち悪いドブネズミいる。ちょっと一旦逃げるか。あ、待って。ネズミの王様もおる。嘘。なんだこいつ。あ、やばいやばい。超強い超強い。ちょっと一回合流してみんなで倒そう。さっきの。あ、いた。あ、なんかアイテムあんなけど、ボー。あ、ヌーカだ。死ぬ死ぬ。やばいやばいやばい。敵ネズミが多すぎる。どこだ、どこにいるんだ、マグリ。これ以上は死ぬわ。あ、死んだ。死んだ。どんまいでちゅ。全然誰も助けに来てくれないでちゅ。気にちゅんな。どんまいでちゅ。ただこれで装備をいっぱい回収できたでちゅ。ちょっと一緒にあいつ倒しに行こうよ。うん。ヌコ。いた。え、どっか、なんか狙撃された。こっちこっち。はい、この中入って、上行きます。こっち登ります。こっち登ります。わぁ、来て来て。ワクワクする。このでっけえネズミたちが私をいじめたんよ。これか。ほらほら、ゾンビネズミだ。やばいやばい、でかすぎ、でかすぎ。やべやべやべ、私たちよりサイズ全然違う。これ、一体倒した。よし、みんなでなら倒せる、みんなでなら倒せる。ナイス。よっしゃ。ナイス。ネズミ玉手に入った。あ、これは無理やり入っていけないね。なんかネズミ湧いてるぞ。え、マジ。お前無限湧きか。お前、よしよし。そうか、これ連打ができるでちゅか。そうでちゅよ。で、こん中にね、あいつらの親玉がいたんだよ。ほら、みんなで倒そうぜ。痛すぎ。みんなで倒そう。せーの、ちょっと待って、せーので行こう。せーの。こいつ二足歩行でちゅ。待って、おかしいでちゅ。僕らもでちゅ。俺らもだよ。僕らもでちゅ。俺らもだよ。痛い、死ぬ死ぬ。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。やばいやばいやばい。やばいやばい。もうちょっともうちょっと。よしよしよし。よし。ナイス。一人見学してたでちゅ。コットンスワブ。戦ってたでちゅよ。コットンスワブってこれ何これ。コットン？コットンスワブ。使えそうだね。ちょっと待って。綿棒じゃない？綿棒。綿棒っぽいよな。うん。なんかここにボタンがある。本当だ。押すよ。レバー。スワブの意味を調べてるんです。どうやって調べてるでちゅか。ネズミの分際で。おそらく綿棒でしゅ。その正しい知識得たがるタイプだ。はい、じゃあここスイッチをします。はい。ドン。痛い。あ、ここで降りれんのか。じゃあ降りますか。下のやつチーズじゃないのそれ。スライムブロック。いや、これチーズじゃないよ。これさっき通った。下入れそう。痛い。え、でも今は死んじゃう。え、じゃあこんな感じでさ、とにかくチーズ集めまくろうよ。あと1個集めたら次のアイテム解放されそうでちゅよ。マンティブルは科学骨です。わかんねえ。下の顎の骨らしいです。科学骨、なんで何でも調べんだよお前。ネズミだろ。あー、落ちちゃった。おめえはネズミに収まるあれじゃねえよ。人材じゃねえよ。一矢報いてやろうと日に日に努力してるでしょ。ネズミ界のエジソンだな。ヌコ、本当はお前ネズミ。キュウソン猫噛む？当たらんじゃないか。受けるショー、もろ心ついた頃には平成だったんで。あ、ヌコ、あれ、え、いける、いける、いけない、いけない、いけない、和解できんかった。いや、びっくりした。え、猫倒せるか試してみる。お前本当は私猫好きだからあんま倒したくないんだけど。年齢に反するんじゃないか。でも私たちネズミだぜ。天敵を倒すだけだぜ。しかしながらですね、はい、完全ならこっちの血のりがありましてですね、お、なんかここのボーダー越えれないみたいでしょ、この猫。なるほど、ちゃんと教育されてやがる。あ、なんか、あ、ペーパーパラソル、これなんか滑空できるんじゃない？いけるとこ増えそうだな。いいね。痛い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 。俺、金縛りにあってもう一歩も動けんかなってる。大丈夫か？、うん、どこだ？恐ろしくて。どこにいるか説明しろ、周りに見えるものを説明しろ。猫がいたところの目の前です。痛い痛い痛い、キュウソじゃん。うん、もう完全に中合。完全にもうおしっこを漏らして動けなくなってしまいました。おめしょずっとそこにいたらこっち安全に探索できるわ。確かに、もう僕はもうここから動けません、怖くて。はい、おめしょさんずっとそこにいてください。じゃあ一回中合しよう。中合、元の巣に戻って新しいあれをアップ。これ殴れんわ。話聞いてくれまっちょか。ごめん。中合でちょか。サンチャンク、え、我らチーズ60個も集めた。ああ、いっぱいある。私死ぬほど集めたで。あ、パラソル持ってると滑空できるね。おお、ああ、おスピンライト使うんだろう。何かに多分使えんじゃないかな。ツールだから、青いアイテムはツールだから何かいつか使えるタイミングがあるはず。攻撃力あるわ。あ、ほんと？4。
本当だ、武器にも一応なるんだ。え、待って、コットンスワブ攻撃力7でございます。じゃあコットンスワブどこで手に入れたんや、ユウは。え、これあのボス倒した時のドロップだよ。あー、そういうことか。これじゃあコメショウがとどめさせたからコメショウに渡すわ。王様、コメショウが。あははは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 よし人間いないぜ、ここに。このコットンスワブでお前たちの鼻の奥を冷めちゃった。いやだから私たち、じくりマッシュルを。私たちネズミだぜ。光明垂れを人間と思ってネズミだぜ、私たち。危ない危ない、取り憑かれた、これは危険だ。全然いつものコメショーだわ、行こう。あまり使わないようにしないと。よし、じゃあこの部屋ちょっと全部クリアしたいよな。全部集めちゃいたいよな、うん、とりあえずペーパー使えるようになって新しく行けるようになったとことかもいるあるはずだから見ていこう。え、これペーパー使えるようになったことで落下ダメージ気にせず降りれる説ない。うわ、あの机の上とか行けるじゃん、ペーパー使えるから。一回この猫を押しピンでぶっ刺してみよう。やってみて。不可能、我不可なり、押しピン不可なり。なんかところどころにネイルがあるの気になるよな、これさ。うん、あ、パラソルをハンドに持てないか。さすがにそんなうまい話じゃないですよね。この辺ボスいるでちゅよ。こっからも行けそう。え、どこでちゅか、うん、ここ。ちょっと松の原木でちゅ。コットンスワブで行け、コットンスワブ。ふるえあれ、そん時見たの。痛い痛い痛い。ナイスでちゅ。痛い痛い痛い。この上ですか。痛い痛い。そちらの上になります。おしよし、ぶっ倒してやる、ボスなんて。あれ、いなくない、ボス。もう一個上でちゅ。いるでちゅか。もう一個上でちゅ。言い待ちたね。任せるでちゅ。私ならノーダメ完封できるでちゅ。もう食らってるんですね。いや、君だ。これは、あ、やばいやばい、ちょっとやばい。一発でやばいな、これ。ふるえ。ナイス。あれ、コットンスワブが壊れた。あー、コットン壊れた。あー、倒した。早いよ、コットン。ナイス。もう一個出た、もう一個出た。コットンスワブ、イエーイ。ニューコットンスワブ。あげるわ、それ。え、じゃあ、こっからさ、せっかく高いところにいるからさ、こっからだったらあの机の上行けそうでちゅよ。本当だ。高いところにいるのもったいないから利用しようぜ。じゃあそこにもあるね。こっちテーブル行ってきまっちゅ。はい、で一人はこっち側の、そうでちゅね。よし、3人でちょうど手分けしたら、3匹で手分けしたらすぐ終わるぞ。あ、無理だ、これ届かないでちゅ。ねえ、あれ、これチーズではない、もしかして。ん、スポンジでしたか。スポンジでしたね。このネイルはどうすればいいんだろう。ネイル、これは押しピンでなんとかならないかな。上ジャンプして落とせないかな、これ。無理か。ああ、釘、これどうしたらいいんだろうな。釘抜いたら何かあんのかな。よし、あそこのソファーまで行けるか。ほら、あ、行けた行けた行けた。面白い。よし、いいね、順調順調順調ですね。うわ、あ、なんか絵の後ろに穴が開いてる。いや、こんなところに東大元暮らしだ。よし、この絵の中に穴開いてるわ。ちょっと入ってみるか。ガラスの中に入れたぞ。お、ナイスナイス。オーブンかな、これは。焼かれるよ。キリ耐えてる。今人間来たら死ぬで。あ、こっから行けそう、こっから行けそう。行きます。あー、違う。なんか、待て、99。これ乾燥これ。いや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 。本当に99？ 99でしょ、本当に多分。で、100個目は私が見つけるよ。うわ、ちょっと待って。やべ、やべ、この絵の後ろやべ。あ、あった。100個目。オッケー。102だ。一気に3個倒した。あ、相手も暗録者。ビッグ。マッチスティック。マッチ棒？マッチなんだ。わかんない。あ、ここの上にも3つある。オッケー。あ、マッチだ。マッチ、ナイスナイス。これで雲の巣燃やせるんじゃない？マジ？マッチ？行ってみよう。火ついてるもう。ちょっと一回さ、集まって別の部屋行ってみる？あ、雲の巣壊せた。ナイスナイスナイス。よしよし。ピンもなんかより強いピン手に入ったしな。蜂と戦ってみようかな。おら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 、あ、倒せた。倒したら矢が手に入ったよ。矢が、蜂倒したら蜂のこの矢みたいなやつを撃てるようになる。はい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 。よし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 。集合集合集合。あれ、集合です。ブザッキーマウスは来ました。はい、そしたらここ今の私たちなら突破できるはずでしょう。一回どうする、もう突き当たりの部屋まで行ってみる。一そうだね。うん、じゃあせーので行こう。せーので、せーので行こうね。せーので行きます。はい、行きます。もうタイミング合わせないとやばいからね。うん、行きます。せーの、せーの。行けよ。行けよ。おい、誰か行けよ。せーので、お約束と違うぞ。あーあー、行けー。
ワンカスの。ルナピがヘイト買ってる。やばい、タゲられてる。コメスお前、お前食われろ。お前黙って食われろ。あ、いけ。そいつうまそうだぞ。行こう。ああ。こっちも行きたい。あ、そっちか。こいつゴキブリ、ゴキブリこれ。何これ。ゴキみたいなやつもおるな。危ない。なんだ。よしよしよし。ローチウィング。コックローチのローチか。わ、ってことはゴキだ。ゴキだな。おーよしよし突破できた。よしこの部屋じゃあ探索しよう次は。そうだね。でこの穴通ったらどこに繋がるんだろう。なんか新しい世界行けそうな。一歩上のステージ。穴通ろうぜ。行けそうな気がする。ネクストステージ行こう。もう？Go to。いやこれなんか多分戻るんだ。どっかに繋がるんよね。行きます。はい。あここに繋がるんだ。ザノック。なるほど、ね、じゃあ次からは猫の危険な場所通らないでもここから行けるよってことね。なるほど。よし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 。家の構造を理解してきたわ。チャーリーズルーム。ここでチーズを集めよう。私も罠一回引っかかってみたいな。もうやったよ。死にはしなかった？いや、結構食らったね、でも。マジ？じゃあ私、コメショが引っかかってるとこ見なかったからさ、どんな感じなのか気になるんだよ。膝こそがへし折れる。膝こそへし折れてみてえな、ちょっと。次見つけたら教えて。うん。おグラッピングペーパークリップ。えなんかすごそうじゃない。サンチャンクザ・ヌーク。このチェストの中に入ってるかな。支給品ドドン。なこれ、なんすかこれ。来た。上には飛ばない。なんすか。クラックリングペーパー&ライジングサンモーションズクリック。え何かを引き寄せるのこれ。人引きをどうやって使うんだろう。わからん。釣りする。釣り。ああ釣りしてみようぜ。あ、じゃあ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 、釣れないわ。そう。え、なんかね、グラップリングペーパーフックに関してなんか言ってるやついたんだよな。そういえばちょっとついてきてほしいでちゅ。いたんだよね、確か。こっちこっち、多分こっち。こいつがなんか言ってた気する。なるほど。あ、いけた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 。なるほど、釘が刺さってるところにこれを右クリックすると飛んでいける。今どこだ。リビング行ってみよう。リビング、これ釘に引っ掛けるんだって。これか。はい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 、はい、あーなるほどね、すごい。ほう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 。そしたらチャーリーズルーム行くか。チャーリーズルーム、なんかリビングにはあんまりなさそうだったから、これ多分チャーリーズルームでめっちゃ活躍するんだわ。待って、楽しいな、人間の部屋探索すんのね。ほら、せい。うえーいね。気持ちいい。あ、チーズだ。上にないか、グラップリングフック。気づかなかった。ありそう。あ、チーズあった。うん、なんかしれっとある時あるからな。ちょっとなんかボスいた。ボス。嘘。ここのドンいた。ドン。上がれないのかな。こっちこっち、ベッドの下に来るでちゅ。ベッドルームの下。もうコメショ使いこなしてるね、アイテム。はいはい、ここここ。ここか、これベッドルームか。ベッドルームってかベッドな。ベッドルームかベッドな。ここ壊して、そしたらあいつが出てくるんでちゅけど、ちょっと全部壊さないでちゅ。全部は壊さないでちゅ。ここでハマるでちゅ多分。ほら、あいつ背高いからここ通れないでちゅ。一方的に殴って倒すのが第一期でちゅ。余裕でちゅな。はい、これでリンボーがコットンスラーブゲットしました。ナイス。じゃあルザピまだ1回持ってないからコットンスラーブ当たるわ、うん、はい、いいね。こんなとこにチーズ蓄えてやがったんか。じゃあ新しい部屋あったよ。ほんまでしか。トイレあった。トイレあった。トイレ行きまちゅ。あ、ここにもある。ここにもちょっと、もうある程度ここも探索し終わったよね多分。トラップもあったでちゅ。あ、入りたいでちゅ、入りたいでちゅ。どこでちゅか。いえ、ほら。はいはいはい。どこにトラップ。あ、あるじゃないでちゅか。待って待って待って、みんなみんな待って。あそこにめっちゃ美味しそうなチーズある。ほんとでちゅわ。え、あれ絶対美味しいよ。行きます。欲しいでちゅ。改めて行くね私、うん、え、二人も欲しい。でもあげないで。私行きます。はーい、羨ましい。あいつ、あー美味しい。あいつ俺らより美味しかった。そこ自分あー美味しかった。今日コンタクトしてないまだあんで。いやだってあれ普通に罠じゃん。何を言ってんだ。おいおいおい、マジレス太郎じゃねえかお前。あー、シシブラスター。あー、あれあれ、え、一瞬で終わった。強すぎん。踏み潰した罠。わかんない。あいつの膝が私の膝は強靭だったかもしれない。よしよしよし。だ、水まだいけてないから水行ってみたいな。そうだよな、ヘルメッチュがね。え、ヘルメットなくてもいけそうなとこあるでしょ。こっち行っちゃう。気合で行くでちか。気合で行こうでちよ。おそらくこれは制作者側はそんな気合で行く。おお、うるせえ。私は何も見てない。気合で行くぞ。
制作者側はそんなことを想定してこのゲームを作ってないと思いまちゅ。うるせえ、私は何も見てない。今解放されたアイテムなど見ていない。気合でいけるか試すぞ。英語読めないもんな。確かに。そう、なんて書いてあったか分かんなかった。気合いくぞ。気合で、この奥気合でいけそうじゃない？普通に。確かに。じゃあちょっと私気合でいっていい？あそこ、うん、任せるっぴ。甘栗いきます。よし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 、いけるいける。あ、いけるいける。あ、気合でいけた、気合でいけた。安全でちよ、ここは。お、あ、え、すごい、え、すごいぞここは。ね、来た方がいい。やっぱりやっぱり来た方がいい。みんなマジ多分帰りも気合でいける。これほらビビんなよお前ら、来いよ。ナイス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 。よし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 。わー、来たね来たね。これはやつの基地だよ。すげー、やつらの基地。めっちゃ地図あるね。じゃ掘りまくろうぜ、掘りまくろうぜ。はい、シュッシュッシュッ。オッケーオッケー。あ、痛い、痛すぎ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 。攻撃力高い？そいつ。いや、高くない全然。ただ、量が。待って、チーズありえんぐらい多いよ。うそ。こっち来るでちゅ。痛い痛い痛い。ここの角も忘れてない。大量のチーズだ。しかもこれ1個3だか3、12、24個もチーズあるよ。えぐくない？最高。え、じゃあ先に進んでみる？これこっち側も行けそうだったよね。そっち側なんかね、多分おそらく戻る、戻るんじゃない？あ、でも戻れるならよかったじゃん、これ。うん。ちょっとやばいやばいやばい。戻っちゃいけ、戻っちゃいけ。あぶねえ。シンクと繋がってたんか、これ。シンクとシンクロしてたんか。え？帰るでち。帰るでちか。ああ、行ける。あまぐり、あまぐり壊れたでち。言葉を失ったでち。ショックのあまり。ショックのあまり。己の実力をさと空気を悪くした罪悪感から、彼は一言も喋れなくなってしまった。彼を助けないといけない。おい、ハマグリやめるんだ、自分を痛めつけるな、やめろ。おい、あるかい。ああ、全ロスした、全ロスした。めっちゃどうした、みんな。あ、転生した、甘栗が。どうしたなんかあった？なんもないよ。あ、よかったよかった。全然なんもない。よし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 。いつも通りの蛇が送られてるよ、こっちは。え、じゃあちょっと、なんか私気づいたら何も持ってなかったから取りに戻るわ。あ、そう、トイレの方になんかいっぱい落ちてた。なぜか。あ、なんでだろう。なんでかわかんないけど取りに行くわ。サンチャンク。すんげえ。待って、俺自分のスキンと相まって泥棒感がすごいんだけど。ネズミ男おる。なんか泥棒感すごいな、これ。なんかこうなんか風呂敷巻いてる泥棒みたいな。めっちゃ泥棒じゃん。うん、せこそうな顔してる。あ、私は普通に可愛いよ、ほら。ほんまや、赤ずきんみたい。コミッションせこそうな顔してんな、お前。なんか絶対貸したお金1円単位で覚えてるって。いやいやいや、覚えてるどころかぶんどるからな。利子までつけそうだね。どっかあったっけ、水入れるとこ。こっちはとりあえずキッチン入ってみる。まあ一応入ってみるか、さっきのとことつながるはずだけど。あ、息が続くぞ、ずっと。ただここダメージ受けない？うん。あ、ほんとだ。さっきのところだよね、ここ。さっきのところか。反対側はつながってないのかな？こっち側。これはつなが、あ、こっちもつながってる。あ、これは、あ、帰ってこれた。え、なんかあるよ、なんかある、米、うん、米中、こっち、米中。どこ？なんか書いてあんの。ハンターショップ。アノニマウス。かけてんだ。アノニマウスハンターショップ。なんか秘密組織みたいなやつがあるのか。なんだお前。Welcome to my shop. My shop. なるほど、武器が作れますね。ポイズンアローとか作れるわ。あ、だからアロー私拾えてないわ。18個。誰か拾った？あ、俺が。あ、でも13個だな。あれ。ほら。ウサピは。あ、センキューセンキューセンキュー。あ、ちょ、コメション拾ったわ。18個返して。16個になったけどごめん。18本、1本残らず返して。まあ、1円単位で割り勘するやつだな。これでアントのなんか顎を弓に変えることができる。しかもこれダメージついた、ダメージ増加ついた弓だし、お、さらになんかこれゴキブリとラットを倒せばボウガンも作れるわ。なるほどね、ここは武器ショップなんだ。この頃から思ったんだ、一体僕たちはいつここから出れるのか。だけど残すところあと一部屋ぐらいじゃない多分。せやな、行こうぜ一部屋。とりあえずトイレの向かいの部屋に行こう。ただ猫はまだいるから気をつけて。うわ、メスガキの部屋だ。やめなさい、やめなさい、そういう言い方は。何も、いや、私たちネズミだからメスって言っても何もおかしくないでしょ。確かに。よしよしよし、どいつもこいつもここの家の住人は汚ねえな。だがネズミ出るんだよ。私たちだって本当はな、私たちがいない家が一番いい部屋だってこと分かってんだよ。でもお前らのせいで生まれてしまったんだから仕方ないだろ。メスくせえな、この部屋。うん、そんな感じするよな。まあ
私たちネズミなんでね、メスって言っても何もおかしくないからね。わ、王がいた、王、うん、でもあいつ王言っても私たちより弱いから別に何ももう用ないわ。何ももう用、もう用はない。すよう気づいたな、王にもう用はないわよ。よう気づいたな、コメショウ、陽気なお前が大好きだよ。ハチビ宿してるやついる。あ、ドリンクネイダー、なんかただのあれか、強化武器みたいなやつか、多分そうだね、うん、よし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 、猫、あ、ほんとだ、猫だ、え、猫いた、倒した、取ってくれ、あ、デカ猫いる、デカ猫、え、あ、穏やかな猫だ、こいつ優しい、可愛い優しい猫、え、あそこの上、あ、ネイルあるね、ネイル、ネイル、よし、痛い、びっくりした、大丈夫か、毒沼だ、絵の後ろ、うん、なんかあるんか、まだ別の部屋が、いや、地図しかなかった、え、じゃあどうする、あと行ってない部屋あるはずだよね、廊下出てみる、あ、行った行った、え、どこだろう、行ってない部屋、じゃ猫と真っ向勝負仕掛けよう、よしよしよし、ここの棚の上にもさ、一応チーズとかあるはずだから、廊下もちょっと試してみるわ、え、もうなんかほとんど集めた気すんだけど、うん、全部で何個あるって言ってたっけ、あいつ300とか、そんなあんのか、だいぶここから見える場所にいっぱいあるから全部集めるわ、クロスボウゲットした、ナイス、これも食って、あ、あそこにもあるわ、いや、これでも一人だといけないかもな、あ、甘栗、ん、そのさ、上行ける、行ける行ける、そう、行けるんだよね、その上になんか穴みたいなのがあって、そうなんよ、そうなんよ、そこの横にもね、まだあるんよ、そこにね、ネイルあるんよ、あ、じゃあ行けるじゃん、そうなんだけど、あそこのドアノブ、私が向いてる方向わかる、あそこのドアノブの上にもあるから、うん、あれも取りたいんよね、え、でもこっち多分それ取った、それ帰れると思う、一回来ていっぱいあるよこっち、あ、ほんと、うん、上攻略できたらかなり、とりあえずネイルで上行くわ、はい、うん、上行って、左にも右にもある、うん、ちょっとまずドアノブ行こっかな、ノブから先行くわ、ノブから ネイルでここまで届けば最高なんだけど、ちょっとやってみるか、そんなうまい話があるわけない、ノブ。そのクオリティでよく分かったよ私。ちょっと待て。ジェルザピ一緒に行く、うん、ついてこい、ガキ、ついて行かせろデカ。行くぞガキ、行くぞデカ、こっからこっちに登るんだよ、わかるか、わかったぞデカ、そして一番高いところからあそこに飛ぶんだよ、わかったか、すげえ、ここに乗るんだよ、わかったか、はい、次こっちに移動するんだよ、すげえ、でこの上昇気流に乗って上に行くんだよ、すげえ、でこっちに行ってあそこのはしご足跡に登るんだよ、わかったかガキ、すげえ。汚い言葉遣いやめて。ゴミ。出てたブネズミ。ゴミだ。あー、これ下。で、フルブロックあれあるよ。え、マジ？どこ？あー、真ん中ね。おー、あー、来た。これだ！バタフライウィングだ。ジュルジャピそれ壊してもらって、そっから行けるかな？あそこにネイルあんのわかる？このネイルに引っ掛ける。で、これでルザピが行ければ、あ、行けるね。来た。そしたらこっちの部屋の上も全部見れるんよ、すげえ、ほんとだ、わかったかガキ。これバタフライ、ここでバタフライ使ったらいいのかな、うん、よかったんかな、あっち行けそうになくない普通に、うんうん、ほら行けー、行けたわ。ねえ、行けんのかよ。ここ行けたわ、うわ、なんか手に入れてるやつ、おい、新器具披露すな無言で。やったぜ、動画なんだからみんなで取りに行くだろ、やったぜ、こいつスネオ的感性持ってるわ、飛べるぜ、うん、新器具をすぐ人に見せるらかスネオだ、一人は見つか使えません、一人一個、それチームで一個、うん、チームで一個だった、危ねえ危ねえ危ねえ、チームで一個だったらお前の羽をむしるとか悪い気にしてるとこだったぜ、危ねえ危ねえ、よし、俺もこれでザッピーと同じ羽の持ち主だ、オッケー、おっしゃ、これでいけるとこ増えたかな、さっきの行けなかったとこもいけるんじゃない、上には上がれないの、降りるだけ、エリトラと一緒だよ、そういうこと、え、でもなんかさっき上上がってんぞ、え、嘘、上上がってる、パラソル使って飛んだら上上がる、ちょっとパラソル持って飛ぶと、あ、ほんとだ、え、超ゆっくりと上に飛んでる。え、なんか行くぜ、あ、いけるそこ、ルザピ、うん、よしよしよし、来た、いけた、ナイス、ちょっと私も見に行くわ、それ俺、チーターだから、すげー、え、
どっから来てんの？ゆっくり飛んできた。俺チーターだから。すごっ。じゃあもうコメショ、それそのチーティング使えば何でもできるじゃん。うん、マジ無敵、マジ。あと何個だろう？全部なのかな？なんか脱出の手順をあまりよく聞いていなかったな。もう一回話聞きに行く？うん。やっぱ人の話はしっかり聞くべきだった。自信が壊した。無限に飛べる方法見つけた。ナイス。見て見て見てこれ。ちょっと待って。最初の技。無限に飛んでるやついるな。めちゃめちゃ早いっす。ここにファイナルリワード350チーズって書いてある。なあ、あとちょっと行くぞ。あと26個？でも1回で3個くらい手に入るとき全然あるから。うん。あ、だからそれこそさ、トイレの上とか見てないんじゃない？めっちゃ上の方とか。あ、トイレなんかいっぱいあったかも。トイレじゃない、お風呂。あ、確かに風呂あったな。うわ、あんな上に2個もある。3個ある。いやー、でっかいのもある。いっぱいある。ここでっかいね、でっかいね。なんか変な裏通路出てきた。よしよしよし、こいつら全部壊すぞ。あの上もチーズだよね、あの額縁の上も、うん、あ、めっちゃあるわ、うん、そこもあるし。あ、ちょっと見せた。うわあ、どうした？なんか変な抜け道にいっぱいあった。ナイス、ナイス。よし、これであと9個まで減ったぞ。ほんとだ。え、私ちなみに3個今壊せる。壊した。これいけんじゃない？で、一個ある。あと、ああ、あった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 。ああ、三個出すかも。ナイスナイス、あと二個。あと一個。ああ、もう一個あった。マジあと一個じゃん。ああ、もう一個あった。ナイス。どこどこ？あ、取っちゃった。チーズ、ファウンド。やったー。じゃあちょっと合流しよう。サンチャンク。え、これでどうなんの？ここから脱出中？脱出中できるんでっか？じゃあ最後のリワードはロケット花火だ。いくらでも飛べるようになる。マイクロウェーブ。マイクロウェーブって？マイクロウェーブでなんかサプライズしてくれんだって。なんかマイクロウェーブ置いといたっつってない？どっかあるんじゃない？見てみる。なるほど。こいつはもう全員と話してみよう。 Be careful not なんとかなんとか、これはもう聞いた。こいつは同じことしか言わんな、うん、マイクロウェーブって電子レンジ？あ、なんかっぽい。そうなのかな。マイクロウェーブになんかサプライズ残してるって言ってるけど、マイクロウェーブちょっと探してみよう。コメショかと思ったら蜂だった。飛んでるコメショかと思ったら。コメショ、あれ、ま、電子レンジの場所わかる？電子レンジ、あれオーブンか電子レンジかどっちなんだろう。同じじゃない、うん、あれだな。じゃあ入ろうみんなで。ここ？はい、ここに何かサプライズが残してあるっぽい。これ？これか？ケーキ？食べれる？もともとあったやつ？あった？わかんない。これわかんない。わかんなくね。こいつらサプライズしようとして、なんか結局よくわからないやつ失敗してる。言うな言うな。まだサプライズしてくれたんだから。マイクロウェーブが、あ、あれはこれはこれは上か、どれ、あ、あ、これだ。あ、そっちか、電池。こっちこっちこっち。お、ほんとだ、これか。なるほど、スペシャルスキンがダウンロードできんだ、このところに行ったら。 Thank you, thank you very much。 ということで、ここで完成ってことだよね。せやね、たぶんこれで、うん、私たちオッケーってことだよね。で、自由に動ける翼を手に入れたっていうことで、いつでもこの家から脱出できるし、窓が開いてたらね、簡単に抜け出したりできるんで、これでもう私たちの冒険は完璧に完了したって言っていいんじゃないの。やったー。もうちょっとネズミ感ない見た目になっちゃってるけど。俺はなんか汚ね泥棒が。ただの泥ボール。汚ね泥ボール、ただの風呂敷巻いてな。風呂敷泥棒が。というわけで、今回はね、家の中に盗まれたチーズを全部集めて、そして無事目的を達成して、私たちいつでもこの家から脱出できるようになりました。イエーイ、やったー。もうね、猫にも怯えんくていいし、自由に、この家も私たちの庭だから、これから自由に生きていけるっていうことで終わり。楽しかったでちゅ、楽しかったでちゅ。お疲れちゃん、ちゅんちゃん、ちゅん。包む、あの頃私が見上げた空はいつも境界線が強く見えた。たくさんのことを学んだ今を思えば、もう怖くないさ。